トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。千葉東連盟の勝佐連合会、名村茂駅厩舎を訪問してきました。名村厩舎は今年の東日本チャンピオンで、宮本レーシングにおきましてチャンピオン1位、総合ではチャンピオン73位、 B 地区7位、茨城連盟で総合3位という素晴らしい結果を出したハトが誕生しました。この後を見に今日お邪魔してます。名村厩舎は千葉県長生郡一宮町にありまして、駅から比較的近い位置なんですけども、厩舎のある場所が小高い丘の中腹にあります。その関係で猛禽の被害がものすごくて、100羽取ると80羽は猛禽に脅かされていなくなったり、怪我したり、使えなくなったりというようなことで、なかなか自分の家でレースをするのが難しい環境にあります。そこで委託先をいろいろ探しまして、そのうちの一つがこの宮本レーシングさんになりました。宮本レーシングさん出して、もう最初の年から上位入賞、とうとう宮本レーシングの中で1番、それも1000キロで1番という素晴らしい結果を出すことができました。早速ハトを見せていただきました。宮本レーシングさんから戻ってきて、配合して作出しようと思ってますので、若干状態が落ちているって話です。宮本さんからどこから戻ってきた時は結構、ああもうしっかりしてると思ったんだけど、うち、ん、に来てからなんか痩せたね。このハトの成績は1000キロが宮本レーシングで1位ですよね、うん、その前の800キロ、グランプリね、グランプリ、グランプリいくつ、ないくつ足した数字じゃないんだけどね、なんかこの鳥宮本レーシングでシングル1回入ってましたよね。入ってない、8位になったっていうのはこれじゃなかった、これじゃない、後で成績、宮本レーシングのあれ、うん、このハイゴマの刺しのメス、やはり手持ちのいい鳥で利口そうですね。羽は特にこう中距離で切れるような羽はしてません。スタンプは相変わらず薄い、やっと映ってるって感じですね。目は柿目、ちょっと濃いめの柿目なんですね。アイバンドもしっかりしてて、種バトとして活躍してくれそうです。この灰のメスは先ほど宮本レーシングで1位になった後と同服です。この灰の鳩も宮本レーシングで東日本チャンピオン翌日に記録しています。同服でこの厳しい1000キロを記録、素晴らしい血統です。父親の写真になります。父親の両親とも長距離バードですね。さらにインブリードニューイットバイクという記載があります。魅力を感じますね。父親の血統です。この血統書を見るとバルセロナを飛んでいる鳥のラインということがよくわかります。特に先の台になりますと、バーテンブルクのウィットバイク、ニューウィットバイクというのが出てきます。いやー、名だたるウィットバイクのラインなんですね、長距離、1000キロ帰ってきて当然の、血統構成です。母親は名村さんが作出した後で千葉東連盟の中距離のエースビジョン賞を獲得した後ですね。ただ血統構成をこう見ていくと長距離バードですよね。たまたまこの鳥のお母さんが中距離で速かっただけで、血統としてはもう長距離バード、やはり両親とも長距離バードですから、こういう厳しい1000キロレースでちゃんとした成績を上げてくれるんですね。やはり血統というものが、このような厳しい長距離レースには
なくてはならない要素だということを強く感じました。本日お忙しい中、優秀なハットを見せていただき誠にありがとうございました。厳しかった今年の選挙レース、同服で2羽記録するということは、やはり血統の威力というものがあるなというのをつくつく感じました。これからも委託受給者ともにご活躍を祈念し、来年も遊びに行きたいと思います。よろしくお願いします。失礼します。